ステージ27、勇者ぼっち。何それ。え？え、誰？ステージ21、入院ぼっち。いや、でも入院はさ、個室の方がいいよ、圧倒的に。大部屋とか嫌やもん。私、大部屋も個室も入院したことあるけど、個室の方がいいよ。うるせえって言われるんじゃない？テレビ切りなよ、砂嵐だよ。ぼっち。あ、要は何？お見舞いに来てもらえるかどうかってこと？これ。確かにお見舞いは来てほしい。ね、暇やし。いや、まあ暇は暇でいいんやけどね。漫画読む？暗いよ。消灯してるから暗いよ。ぼっち。なんかこれめくれそう。301。ん？これ間違えてんじゃないか？ほらさっきね、この子やろ302。302で間違えられとったけん。ほら、見知らぬおっさんだよ、そっち。そっち見知らぬおっさんだから、こっちに来な。こっちだよ、こっち。どうやったら来てくれるんだ？こっちだよ、302。どうすればいいんだろうか。もうこれで普通に過ごしよったらいいんかな。あれ来ない。ん？おっちゃん出てきた。でも一応お見舞いには来てくれとんよね。部屋間違えとるけどさ。おっさんなんだよ、おっさん。お、気づいた。え、そっちから来れるの？どう来た今。そっちでなんか繋がったの部屋。嫌だな。ステージ22、劇団ぼっち。それはしょうがないよ、規約やもん。なにこれ、文化祭のチラシ見よる人がおる。主役は俺だ、裏切りのブルー。何それ気になる。何それ、めちゃくちゃ気になるんだけど。これでなんだ。なんだろうか。あ、こっちにもなんかある。なんか服取ったけど。寝てんなよ、おい。お、急に。いや、幕閉じたよ。ですよね。追い出されるよね。ぼっち。そんな一人だけ目立つようなことしたら追い出されますよね。え？じゃあなんだ？どうするんだ？こっちの服に着替えるのも違うよね、きっと。うん、何事もなく木の張りぼてに変えられるよね、ぼっち。っていうかどういう劇？幼稚園児ぐらいじゃないとあんなんなくない？なんだ？でもこれ以上どこにも行けない。前の子たちに着させるのも違う。なんだなんだなんだ。
また来た。え？で？で？え、何の関係があるの？何、チラシなくなったんやけど。あ、こっちに戻った？戻ってないな。え、チラシなくなったよ。どこ行った？え？え、何なんだろうか。え、何なんだ。見る。シャキーン。あ、ここ消え、なんか光ってる。鍵、スタッフオンリー。あ、動物。なるほど、一緒に動物になるってこと。暗い間に着替えなよ。暗い間に着替えた方が絶対いいって。これで動物に。みんな動物クリアー。なるほど、まあ、一人だけ木っていうのもね。ステージ23、クリぼっち。それは別にいいんじゃないか。それは別にいいんじゃないかな。いやでも子供用はあれか、悲しい。なんかめちゃくちゃ鳴るけど関係ないんか。別にね、大人になったらクリスマスにぼっちだろうがなんだろうがどうでもいいけど、ぼっちにしてはなんか豪勢やね、お食事が。めっちゃいいやん。え、それでテレビつけてさ、したらよくない？大抵クリスマス時期ってテレビ面白いよ。なんか上に、お、サンタさん。え、あの友達2人じゃない？めちゃくちゃいい子たちじゃないか。ちゃんとここから来るんやね。でも別に何もできないな。燃えてるよ。ねえ、これめっちゃ燃えてるよ。え、消す。水で。あれ、消せない。水は、水、水ないのか。雪で消す。え、消せない。え、消せないな。持つ。え、持てない。え、何、どうすればいいんだこれは。ここから入れる。入れないな。え？え、雪が入れれたんならさ、消すでしょこれ。あ、これで溶かして水にする？別に雪の状態でもいいんじゃね？よくないの？消す。お、来た来た。まだ熱いんじゃない？消えてすぐ。ヒゲ取れたよ。すすだらけになってそう。クリアー。ステージ24、無人島ぼっち。え、悲しい。脱出すればいいってことかな。これなんなんや。あ、あれか、火起こそうとしよったってことかな。いや、なくなりましたけど。もしかしてこれ全部落とせんのかーい。え、なんだ、どうするんだ。以上。お、これで火を置こう。す、あ、火が起きた。火が起きた。で、こ
これで火を大きくする。あ、煙で救助に来てくれた。なんであんなとこにいたの流れ着いた？流されたのか？クリアー。ステージ25、怪盗ぼっち。どういうこと？グループで反抗しよるけど、一人だけ浮いとる感じ？抜けなよ、その仲間。耳栓ゲットした。耳栓？それ普通に。これで耳栓しとけばいいってこと？耳栓して逃げるのか？なんかちょっとね、音にびっくりして遅れた感があったけん、そういうことかな。耳栓して、はい、通った。これを、ああ、大丈夫なんか。お？あれ？今度はあの目をどうにかしないといけないのか？これをなんだ、どうするんだ？上？あ、上向いた。なんかすごいナルシストみたいな感じになった。これで、耳栓取って、して、で、取る。そして逃げる。おーっと、なんか出てきたけど。え？ってことは、右向ける？右向けて、なんか破壊できるんやないん、これで。これで、どうや。お、鍵が破壊。おー、すごい。え、大丈夫？おー、すごい。あれやん、怪盗キットみたいな感じ。クリアー。ステージ26、水槽ぼっち。金魚になってる、今度は。え、これオフにしたらさ、酸素なくなるよね。なんだなんだなんだ。揺らした。ぼっち。これは何したらぼっちじゃなくなるの？なんか仲間が来るの？でもこれ、あれやな。え、全体を揺らすか、オンオフするかしかないんかな。オフになってるのを見つけた人間がやってくるとか。オフ。ああ。危険、危険。失敗。これは普通に失敗なんか。でもここ、なんだ？何？これか？違う、オフになったぞ。この魚のマークをタップしたかったんだけど。でも違うってことか。あれをしたら全部一緒になるってことか。ん？なんか餌あるね。全然見えてなかったけど。なんか餌あるな。普通に、この餌をあげればいいのか？はい。はい。おお、でかくなった、でかくなった。あ、いっぱいおるところに移してもらえるんやない、広いとこに。ん、ほらほらほら。え、これ何、川？おお、仲間と再会。はじめましてなんかな。クリアー。え、これは大きくなって川へ、火炎になったけん放流されたってことか。ステージ27、勇者ぼっち。何それ？え？え、誰？勇者、勇者、勇者、誰？この子も勇者にならんといかんってことやろ？
え、なに壁全体が。ミミック。失敗。くそー、あんなわかりやすい日々は違うか。めっちゃ見られとんやけど。超見られてるんですけど。え？ん？これは普通に壁だな。他にないよね。ないやろ？うん。あれ？なんか、勇者一式持っとるやん。え？じゃあこれで？普通に。へにゃへにゃ。え、どういうこと？え？え？じゃあどうすればよかったんだ？ぼっち。え、でも勇者一式に着替えまして、え、着替えて、これか？お、なんか、力が。鍵。おー、なんか扉出てきたんですけど。で、こっちに行く？一人なんかすごい単独行動しよるけど。これ？え、怖い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 。なんかその剣呪われてそうじゃない？大丈夫？大丈夫なの？こっちこそが本当のってこと？クリアー。ステージ28、借り物ぼっち。それしかないよね。友達。え、普通に友達連れてきなよ。あの子たちおるやろ？これは幽霊かな？そういうわけではなく、なんか巻物持っとる。バトンかと思えば巻物持ってる。この子友達じゃないの？まあ、応援しよるけん、口寄せで呼べばいいってことかな。で、OK？ 二人も連れてくんだね。消えたけんダメ。消えたけんダメ。ちゃんと友達を連れて行かなければいけないのね。なるほど。じゃあやっぱり、でも普通すぎるよね。普通すぎるけど、とりあえず声、え、気づいてくれない。気づいてくれない。盛り上がりにも入れない。ぼっち、いつも同じグループにいるじゃないか。なぜ無視なんだ。あ、ポンポン見つけたよ。はい。でも気づいてくれない。あの子にポンポン渡したことで何かあったか。普通に特に何もない。得はしないと。でも渡してあげた方がいいんかな。まあ、とりあえず。どうぞ。んで？あとは？え、そこ声かけても無理やって。無理やって。今そっちはそっちで別の競技中やろ。てかそんな競技、同時進行することある？ないよね。ぼっち。友達。やっぱそこの女の子に声かけるか。誰か知らん。あ、やっぱりほら、あの時の。でもさ、友達連れておいでって言われて、男の子がさ、年下の女の子連れていくのってなんかよね、ちょっとなんか汗かいてるよね、先生。ちっちゃい友達がいとっていいと思うんだ。ちょっと怪しいかもしれんけど。失敗。
じゃあどうすればいいんだろうか。どうすればいいんだろうか。なんだなんだ。できることがないぞ。ギャルの子の片手にないものは？分かってんだって。はい、ヒント2、運動会のアーチの紙バナにボンボンが紛れているよ。知ってることしか出てこないですけど。え、待って、ヒントを見た意味、あの男の子にボンボン渡すで直接渡してもらう、またそのパターンか。そういうことかな。ほらほら、来た来た来た、これで一緒に。そういうこと、なるほどね。この中で結構あったね、自分で渡すパターン。そういうことだ。しかも1位すごいこの女の子が早いのか男の子が早いんか知らんけど。ステージ29、筋トレぼっち。筋トレとかしなさそうやけどな。保証中、これ何、プロテインか。このおばちゃんたちってあれとは違うよね、あの犬の巣。お、待って、犬の散歩しようって人たちとは別。これかけて筋トレが始まるムキムキになってるぼっち、どういうこと、全然意味がわからんけど。ぼっちじゃなくない、待ってくれとったやん。何をすればぼっちじゃないので、これはムキムキ、これもやっぱぼっちになる。みんな同じにならんといかんってこと？みんなにプロテインをいらないのねめっちゃでかくないこれでかすぎじゃない？どうした？お腹が痛くなった？げっそりムキムキになるかげっそりになるか、普通は。どうすれば普通になる。これでさ、ここで音楽を、あ、一緒に一緒にこれで OK？ なんかいい感じの全身いい感じの筋肉がバランスよく。なるほどね、こういうこと。尊敬の眼差しで見られればよかったんか。ステージ30、ぼっちバー。バーって一人で飲みに行く人も結構おるイメージやけどな。いいんじゃない別に。何、声かける？何これ、本日のおすすめ、ニンニクマシマシ草やジュースパクチーを添えて、絶対臭くなるやつやん果汁 100% オレンジジュース、これか。でもバーに来てオレンジジュースてか子供じゃないのか。オレンジジュース飲んで帰っていく。ぼっち、え、声かけなよ。帰り際にでもさ、別に何にも取れそうなものとかはないよね。
うん、声かけれないな。これしかタッチできんのか。あ、そういう、じゃここ2個注文する。あっちのこと。間におるお客さんめっちゃ嫌じゃない？これでお互いに子供よね。クリアー。お、次のステージがない。あ、これで終わり。え、なんかいつもみたいなさ、あのなんかコングラッチュレーションズみたいなのがないんやけど、すごいなんかぬるっとした終わり方ないよね。なるほどなるほどなるほど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なるほど、なんか終わったって分かりにくい終わりもあるんやね。なるほど。そしてなんかストーリー的な感じがあるんかなと思ったけど、別になかった。大人になるとか。最後のバーも子供やったしね。オレンジジュース。